テリー土屋の車の話。社長、はい、こちらですね、はい、これで目標名古屋から、はい、このシートがそうはブリッドの、はい、職人シート、はいはい、書いてあるね、職人。そうなんです、これの、 あの特徴教えてください。このシートこれはですね、うん、フルバケットシートをそのままリクライニングできるっていうコンセプト。いいですね、うん、だから2つ美味しいですよね、はい、ストリートも OK、サーキットも OK、うん、それが最大のコンセプトです。そうですよね、ブルーバケットは普通のこういう道は結構疲れますよ。そうですよね。ブルーバケット、セミバケットの違い、ごめんなさい、何ですか。ブルーバケットっていうのはもう動かない、もう体の固定してリクライニングしないってことですか。そうそうそう、うん、セミバケットはリクライニングはする。なるほどなるほど。バケットって意味がバケツっていう意味ですよ。あ、バケツがバケットになるから、はいはい、こういうことですね、うん、あ、フルかセミか、うん、そうそう、あ、なるほどなるほど。もう2人でちょっと行ってきてくださいよ。あ、じゃあ乗り心地を、はい、私もいいですか。すごく低いですから乗ってみましょうか。ほんとだ、ね、ちょっと違和感があるかも、ふんふん。いや、かっこいいですよ。普通のシートめちゃかっこいい。ちょっとベルトがね、はい、大人、あ、確かにほんとだ、ホールド感ある。ちょっと折れちゃってる、この3点ベルト。おお、ほんとだ。ちょっと持っておいてくれます。肩がキュッてなる。ちょっと緩んじゃって。あ、でもなんか楽。これでじゃあ入れていただいて、3点ベルトいいですか。はい、あ、します。シート低いでしょ、うん、シート低い、ね、見えない見えない見えない。だってベルトできました。見えない。これはちょっともっと立つんですか。立ちますよ、立ちますよ、もっと立ちます。テリーさん見えますか地面。本当だ、なんかこういう感覚だけど、はい、おお、どう、あの肩がキュッて入ってすごいなんかぴったり感があっていいです。楽。いいでしょ。うん、本当に。だから長時間運転してて疲れないの、うん。自分の好きな角度でバケット、セミバケットだから調整できる。素晴らしい。あ、角度ね。はい。うん、これ横どころ一緒ですね。そうですそうです。横は一緒です。はい。行ってきます。はい。本当だ。なんかこっちが遠いな。いいね、うん、あ、そうか、こういう感じのブレーキなんだ。やっぱ、ん、私気づきました。何が。体が揺れない。あ、そう、はい、あ、やっぱあの助手席って割と動くじゃないですか、うん、あのハンドルがない分、うんうん、だけどやっぱこのシート揺れない。確かにそうだよね。それこそなんていうの、首都高なんかのコーナー、そうです、ね、曲がるときある程度スピード出して曲がってさ、横の人はなんかね手すりとか触るじゃない。あ、すごい、あ、なんか、あ、カーブすごい、このシート、いい感じ。この感じでどう、この感じですごい。なんか足はもちろんそのシートじゃない、あのシートから出てる部分は、うん、もちろんこう足先とか揺れるんですけど、うん、そのなんか座ってる部分のところ、うん、頭も含めて全然揺れないです。そうだね。あと、あ、なんか私、いや、初めてなんですよ、このもちろんブリットさんのシートで車に乗るの、うん、だから普通の自分の今まで乗ってた車が、うん、カーブの時に結構体に力が入ってたんだなってことに今気づきました。あ、あの腹筋だったりとか、ね、曲がるよっていうその力の入れ方を無意識に多分全員やってるんですけど、このシートだと何の力も入れなく、だからあれだよね、って車高の高いね、今から SUV が流行ってるしね、はい、で SUV はどうしてもさ、アイポイントが高いから、うんうん、当然こういう風に揺れがさこうなるよね、はいはい、そうすると SUV の方がこういう車シートいいかもわかんないね。本当ですよね。ああ、なんだろうな、そのこと段差があった時とかの、うん、あのガタガタも、うん、もちろんガタガタは感じるんですけど、うん、あの吸収してる感がありますよね。気持ちいいよね。私これ日本中のタクシーのシートこれにしてほしい。後部座席もこれはいい。これ酔わない。これ一脚ってのかな。はい、30万と。うん、30万と。俺が今日乗ってきた車30万だから。お、俺の車の値段とこの椅子の値段が一緒。そうですね。ああ、これ私助手席寝るな。いや、あとさ、俺さ。
眠くなってくるんだけど。そこが唯一危ないところですね。危ないよ。居心地良すぎて眠くなっちゃう。なんか包まれてる感がない。あるんですよ。なんかほんと卵の殻の中に入ってる感っていうか、ピターッとこう寄り添う感じ、骨に。うわ、これいいな。もうね、吉武さんが絶賛。これすごい。いい。本当にシートがすごい。意味が分かりました。意味分かりました。楽ちん。カーブの時とかブレーキの時に結構体が揺れてたんだなってことに、このシートに座って分かりました。ね、よかった。一人理解していただいて、めっちゃすごいと思いました。本当にこのシート、シートはサスペンションの一部なの。めっちゃすごかった。さすがですね。いいもの作ってらっしゃいますね。本当にいいと思います。知っていただく努力ですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の収録に協力してくれたのは埼玉県坂戸市の車屋さん、アヘッドさんです。はい、まあ、中古車はもちろん、新車の販売ですとか車のカスタムチューニングもトータルで任せられるんですよ。おいいね。はい、そういう店なんで、はい、まあ、車好きあるいはそうでない方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。さあ、今回はブリッドのシート特集いかがでしたか。はい、いや、あのよくね、あのベッドなんかもそうなんですけども、柔らかすぎるよりも硬い方がなんか睡眠がいいっていうでしょ、ちょっとそれと僕はなんか似ていて、やっぱり柔らかすぎると最初はいいんだけども、なんかね、ちょっとなんか疲れるなと思うんですよ、これ本当になんか疲れない、疲れないんだよね、もうびっくりしました。私もあんまりこういうのこういう椅子を普段使ったことないんで、気持ちよかったですでしょ、だからシートって座ってみないと良さは分かんない。そうだよね、本当に。あ、よかった。でやっぱり高橋社長のいいところって、他のメーカーだと頑固者が多くて聞いてくれないのね、その日本人うるさいみたいな、だけどこの人は言われると、なんだどこの野郎っていう、いや、もう1ヶ月で作り変えてくるの、直してやってやるぞっていう、そう、そう、それがもう1987年からずっとある。まあ、だから2人はね、いい出会いだったよね。そうですね、そうだよね、お互いに切磋琢磨してさ、はい、いいものができてる、はい、これからもね、ありがとうございます。今日は、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。